大は、日本の声楽家、オペラ歌手、音楽教育者。旧姓、教村石川県出身、東洋音楽大学附属高等学校卒業。1968年、東京芸術大学音楽学部主席卒業、坂井博史に指示、1969年度大学院中退読売新聞社公演で4回のリサイタルと3回の、 ジョイントコンサートを開催し、毎回好評を得る。ソニー新人賞受賞。1972年から1975年、イタリアへ留学。国立パルマーリーゴ・ボーイト音楽院を主席で終了。無ジカダカメラを主任教授のリタ・ビーニデボートに、オペラ演奏法をバスのサッサネリに指示。またミラノで、テノールのレオニーダ・ベロンに発声を学ぶ。 オペラデビルは1979年歌舞伎座での長と、美穂歌劇団、プッチーニ、蝶々夫人のシャープレス。1983年からは2機会に登場、ブリテン、夏の世の夢スターブリングアテネの職人が最初の役である。途中、一度1986年、東京室内歌劇場、ブリテン、ノアの運ぶ女神の声を担当しているが、 1984年から1987年は2機会、レハール、メリー・ウィドー・クロモノミを担当し、全国工業を行っている。主役機を演じるのは1987年に機会、ロッシーに、セビリアのリハ発師ヒガロからである。1988年に機会、ビゼー、カルメン・ダンカイロ。1989年に機会、ベルディ、運命の力、ドンカルロ。 同年の2機会、ベルリ、椿姫チルモンを講演し、ベルディバリトンとして評価が確立した。その後の活躍は目覚ましく、1991年に機会40周年、記念、ベルリ、リゴレットタイトルロール、同年の東京二機会、プッチーニ、トスカスカルピア、1992年東京二機会、カルメンエスカミリを、1993年、藤原歌劇団、 椿姫ジェルモンと次々に主役級をこなした。特に、ジェルモンは、朝日新聞、畑中良介、読売新聞、三宅幸男いずれも絶賛であった。同年は、東京に機械、ベルディ、シモンボッカネグラタイトルロール、藤原歌劇団、ベルディ、アイーダーモナズロ、日清劇場、松村貞造、沈黙フェレーラも務め、二郎オペラ招大賞を受賞している。 ブラジルのサンパウロ私立歌劇場に招かれ、トスカスカルピアを歌うなど国際舞台でも活躍。以後、ベルディ、イルトロバトーレ、ルーナ白尺、ウェーバー、マダンノイテ、カスパール、プッチーニ、ジャンニス・キッキワーグナー、サマヨエル、オランダ人、ベルディ、ナブッコいずれもタイトルロール、レオン・カバンド、ドー・ケシュトニオ、ベルディ、ルイザ・ミラー・ミラーなど、プリモバリトンとして活躍した。 1998年からは新国立劇場にも登場し、蝶々夫人、ナブッコプッチーニ、マノンデスコーレスコー、沈黙、リゴレット、トスカと主中に収めたレパートリーを披露している。2000年には、ビワコ・ホール・ベルディ、ジャンヌ・ダルク・ジャルコにも進出。2001年に機械50周年記念、ベルディ、ファルスタッフタイトルロールを務めるなど、オペラブッファでも力量を示した。 2002年新国立劇場では、西武グしげゲア中心蔵、大石倉之介。2003年愛知芸術文化センターベルディ、仮面舞踏会レナート、新国立劇場、ベルディ、オテロヤーゴ、ビワコホールベルディ、シチリア島のゆうべの祈りグイードディモンホルテ。2004年新国立劇場、清水治む、俊博タイトルロール。2005年東京に機会、椿姫。 ジャンニス・キッキ。2006年、蝶々夫人、ビワコ・ホールベルディ、海賊。2007年には、金沢でも、椿姫を演じている。2008年、2009年の、トスカ、同年の、蝶々夫人を最後に、一旦ステージから遠ざかる。2003年の東京に機会、蝶々夫人では公演監督補佐となり、スタッフ側の役目を始める。2008年、金沢の、 カルメンで音楽監督、プッチーニ、ラボエームで公演監督。2010年代からはもっぱら公演監督を務める。2017年2月の東京に機会、ローマ歌劇場との定型公演、トスカスカルピアで久しぶりにステージに復帰し、変わらぬ声を聞かせた。コンサートソリストとしても、ベートーベン、第9、ミサソレムニス、ベルリ、レクイエム、プッチーニ、 グローリアミサトウで高い評価を得ている。2018年7月にはサントリーホールブルーローズで池田直樹ともに在部資銀大したコンサートを開催している。音楽教育者としての取り組みは比較的早い時期から始められており、トコ学園短期大学音楽科講師、東京芸術大学音楽学部声楽科講師、聖徳大学人文学部音楽文化学科教授、 1999年から2000年、東京芸術大学音楽学部声楽科助教授を経て2005年より教授。2013年の芸大大会に際して記念演奏会が開催され、文科生が一堂に会した。出演者は以下の通り、ソプラノ、大隅千佳子、高原明子、田崎直美、藤礼美田井中優美、渡辺ひとみ、斉藤千佳。 メゾスオープラの遠藤明子、加藤のぞみ。テノール、小原敬朗、志田武博、藤丸隆弘、山本光平、伊藤達人、大田翔。バリトン、小林大輔、今井俊介、増原秀也、吉富林太郎、湯沢直美紀、バス、倉本進次他に、文科生に、田代万里生、岡明弘などがいる。2013年からは、 東京芸術大学名誉教授。現在は昭和音楽大学音楽学部声学学科教授。ABCD 自家屋市。日本声学科協会。2020年4月20日閲覧。ABCDEF 自家屋市。2機会21。2020年4月20日閲覧。ABCDEFGHI 自家屋市。日本人オペラ名官。 2020年4月20日閲覧。ABCDEF 自家屋死71歳人生も舞台も自然体明日への言葉2020年4月20日閲覧。日記会21のプロフィールでは帰国後となっているが他の資料と矛盾するため取らない。日本声楽科協会日記会21新国立劇場のプロフィールでは大学院に学ぶ途中イタリアへ 留学となっているが、他の資料との相違が著しいため取らない。ABCDEF イコールファインドパフォーマンスインフォーメーション自家屋市。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年4月20日閲覧。AB、オペラの散歩道。2機会21。2020年4月20日閲覧。演奏会概要。芸大、ミュージックアーカイブ。 2020年4月20日閲覧。日本オペラ上演史上に残る名演。美勢、歌劇、ジャミレ日本初演ライブ。タワーレコーズ。2020年4月21日閲覧。教員紹介。昭和音楽大学。2020年4月20日閲覧。オペラを楽しむ。東京に機会2020年4月20日閲覧。ABC、次回誌。 リサーチマップ2020年4月20日閲覧 Wikipedia 自オペラ賞の項目を参照声学,学科団体2機会とは東京2機会2020年4月20日閲覧声学科団体2機会とは東京2機会 www.nykikai.net2020 年11月22日閲覧ありがとうございます